はい、どうも、海です。本日も俺の飯まだ？カオスなメンズのフルコース続きからやっていこうと思います。はい、このね、後ろにいる男たちね、もう結構見てきましたね。このクゾたち、何人か見たことあるやつらたちがいるんですけども、まだ見たことない男たちもいるんで、はい、またね、どんどんやっていきましょう。スカッとしていきましょう。その前にタップトゥースタートするんですけども、私、また録画ミスをしてしまいまして、ゲーム画面録画できてなかったんですよ。だからこっからかな、お出かけドライブ、あ、こっからだ、こっからだ、そう、なのでこっからやっていこうと思います。ちょっと私は2回目なんですけども、はい。ふえーん、ドライブ中に子供が泣き出しちゃった。どうしよう、今運転中で手が離せないのに、しかも高速走ってるのに、高速道路、いやーね、奥さんに運転させといて自分はスマホを見ているクゾということで、うわー、やだなー、本当にうるせえなー。ねえ、どうやったら泣き止むの？なんでね、こんな子供嫌いなのかな、子供作ろうって思ったんだろう、なんで。音楽かけよっか。あなたがあやしてくれたら泣き止むんじゃない？これはあなたがあやしてくれたら泣き止むんじゃない？はい、こっちが正解だったはず。はいはいはい、はい、正解。わかりません、泣き止ませてください。泣き止む方法を探すのが今のあなたの役目です。手が空いている方が子供の面倒を見ましょう。ほんとそうですね。しかも運転してるからね、この運転してる状態でこの女性の方が泣き止ませるためになんかしてたら普通に事故るからね。うん、危ない危ない、男がやれ、手空いてる、スマホ触んなって話だね。やっとサービスエリアに着いた。泣いていた原因はミルクだったみたい。ねえ、ミルク作ってくれない？はい、俺タバコ吸ってくるわ、あとよろしく。うおーい、うおーい、おいおいおい、そんなね、オタクみたいなチェックの服着やがってね、タバコ吸ってくんな、作れ、ミルク作れ。ああ、運転すっごい疲れちゃったな。すぐ戻ってきてよ。これは嫌味を言ってあげましょう。運転すっごい疲れちゃったな。すぐ戻ってきてよ。絶対戻ってこないと思うから。はい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 。私この後も運転するの。まず休憩が必要なのは私だと思わない？ミルクならあなたでもあげられるでしょ？母乳じゃないんだから。出産と母乳以外は男性でも確実にできます。本当だよね。これはもう出産もさ、もうきつい思いしてさ、さらに母乳もまああげたりしてお世話しなきゃいけなくてね、他できることをやってあげようっていうね、 人としてのこうなんだろう、気遣いというかそういうものが欠けてるんだろうな、この男。まあこんな男そうそういないと思うけどね、ちょっといたらちょっと要注意ですね、要注意人物ですよ。はい、観光地巡りしてお土産買いすぎちゃったって、あれ、旦那くんどこ？旦那くんは、はあ疲れた、いやーここは空気が美味しいな、あ、お財布お釣り、うわー赤ちゃんも抱えてて荷物も持って、うわーこれどんだけ負担でかいの、奥さんの。ちょっと待ってよ、お前の腕は何のためについてんだ。いいね、このサバサバした感じ、こっちで今日行こう。はいはいはい、子供だけで10キロ近くあるのに荷物も全部持てって、お前の腕は何のためについてんだ、飾りか、赤ちゃんを抱っこしていない方が荷物を持とうで。こいつさっきからいたいたってずっと言ってるじゃん。でもちゃんと言われたらやってるんだろうね、多分、うん、尻に敷かれてる感じはあるね。 だけどただただもう気遣い、いろいろなことに気づけないダメな男って感じか。はい、楽しい家族でのドライブももうおしまい、子供も疲れて眠ってるし、平和って何してんの、寝顔めっちゃ可愛い、写真撮っちゃおう、わーカシャカシャ、うるせえな、さっきまでねうるせえなとか言ってたくせにさね、なんか都合よくなったら、黙ったら、赤ちゃんが寝ちゃったら写真撮ってね、都合がいいなこいつ、いらんことするな、後で見せてね。いらんことするなかな。でもこれさ、後で見せてねっていう方も気になるからちょっと見てみていい？はい、こっちが多分不正解なんですけど、はいはいはい、あ、起きちゃった。やっぱうるさ。ああ、楽しいお出かけの最後が嫌な気分になっちゃった。ああ、それ、起こしたわけね。写真パシャパシャしたから。もう余計なことすんだね。いらんことするなよ、マジで。はい、いらんことすんだ、てめえは。黙っとけ。カシャカシャうるせえんだよ。せっかく寝てるのに起こすような真似すんじゃねえよ。
怖い。もうミラーからねこっちを見てるよ。ギク。寝ているときは触らない、これ常識。そうだよ、写真もパシャパシャしない、うるさいから。いやまあしてもいいけど、起きない程度に。あんなパシャパシャしてたら起きちゃうでしょ。はい。休日でも専業主婦の私には休みはない。早く掃除済ませて買い物行かなきゃ。ちょっと掃除するから一旦どいてくれる？休日くらい静かに休ませろよ。今動けないの分かんない？動けるだろてめえ。ゲームしてたら動けんのかてめえ。その足何のためについてんだよ。邪魔してごめん。そんなに疲れてるんだね。え、私だったらこの掃除機ずっと足にガンガンガンって当てて、わざとも圧でどかせようとするかもしれない。そんなに疲れてるんだねかな。はい。いやこんなね家事頑張ってるのに絶対謝っちゃダメ。こっちは家事でねお仕事してるんだよ。その場から動けないほど疲れてるなら病院に行った方がいいよ。今すぐ行ってきて。はい、これお金と保険証。家事しないなら協力をしよう。そうだね。うん、そう、せめてなんかしないなら、言うことぐらい聞けってことですね。はい。病院に行った方がいいって追い出されるこの旦那さん、どんな気持ちなんだろう。いただきます。今日のお昼ご飯はカレーうどん。急いでたから昨日のカレーのアレンジだけど美味しいからありだよね。うわーちょっと待って、今私すっごいお腹空いてるから、もうカレーうどんって文字見ただけですっごいお腹空いてくるんだけど。はい、何も食べてないからねまだ起きて。今日のお昼はカレーうどん。いただきます。昨日カレー食ったのにまた？そうだよ、冷蔵庫見てくるね。昨日カレー食ったのまた？じゃあてめえが作れよ、なんか言うなら、文句言うなら。そうだよ、はい、そうだけど何ですかってね、こっち作ったんだから。あなたが何でもいいから早くしてって言うから急いで作ったんだけど、リクエストがあったってこと？バキお箸を割った。すっげえ、お箸そんな真っ二つにできるんだ。なんか腕手もさ、すっげえゴツゴツしてて男らしいですね、かっこいい。出されたものはありがたく食べようね。そうだよ、うん、こね、感謝しましょうまず、うん、せめてなんかね、まあね、これが食べたくない、食べたかった気分じゃないというのはあるかもしれないけどさ、もうね作ってくれたことに感謝すればそんなことならないはずだから。ああまたくだらないことで喧嘩しちゃった。何度目の喧嘩かなって。何、いきなりスマホいじり出して。はい、あのさ、専業主婦のくせに嫁がこう言うんだけど、母さんどう思う？うわ、こういう男か。え、マザコン？ママって登録してるわけ？あ、でも母さんって呼んでるのか。うわ、マザコンは嫌ですね、ちょっとこの年にして。あなた、おいくちゅでちゅか？かな？はい。あなた、おいくちゅ？ほんと。みそじすぎてお母様に喧嘩の仲裁してもらうつもり？もしかしてあなた脳内赤ちゃんかしら？いい年こいで。スマホもピシーって割ってますね。まあお箸バキーって割れるぐらいだからスマホもピシーいけちゃうのか。すっげえな、かっこいいなこの人。はい。え、なんでまたアイドルの CD 爆買いしてるの？子供作るのも家買うのもお金を貯めてからって言ってたよね。うるせえな、誰が稼いできてると思ってるんだ。は、同じの年中何枚、何枚か、何枚も持ってる？握手券付きだからそりゃ買うだろう。ドルオタだったこいつ。しかもマザコンでドルオタで、もうどうしようもないですね。いや、な、あ、いや、ドルオタが悪いわけじゃないんですけど、うん、なんかね、マザコンな上にね、家事の時は邪魔するし、もういい、いいことなしじゃんこいつ。仕事辞めろって言ったのはお前だろ。じゃあ私が働きます。仕事辞めろって言ったのに、これはこっちじゃない？はい。ね、言ったことにはちょっと責任持ってもらわないと。あなたが辞めてほしいって言ったから専業主婦になったの？何様のつもり？そんなに独身のような自由と召使いが欲しいなら私はあなたと離婚します、さようなら。この男は生まれる時代が遅かったみたい。ああそうだね、うん、もう亭主パン関白時代は終わってますからね、遠の昔に。はい、ちょっとね、もう一昔前に生まれれば、まあまだ女が立ててくれるっていう時代だったから良かったかもしれないね、うん、今はもう通用しないからね、うん、もう平等だから男も女も。いや、やっぱこの女性の方さ、手がすっごいゴツゴツしてて男らしいね。めっちゃ手かっこいいんだけど。はい。今日は彼とデートに来たよ。来てみたかったイタリアンですごく楽しみだけど、彼せっかちだから大丈夫？あー大丈夫かな、せっかち系男か、絶対に嫌ですね。あー俺はこれで、お前は？
私マジ自分が結構ゆったりというかマイペース気味だからせっかちな人絶対に合わないんだよ。まだ決まってなくて、ちょっと待って、それ美味しそうと思ってたの。じゃあ私も同じので。私優柔不断だから絶対にこういうの迷っちゃうんですけど、まだ決まってなくてちょっと待って、これはまず、こんな男の言いなりになってはダメだ、ダメか、不正解か。お前決めんの遅っ。優柔不断は人の時間を無駄にしてるって自覚しろよな。うるせえうるせえうるせえ。じゃあ一人で行きやてめえ。食べたくない料理食べてる時間の方が無駄。一切私の気持ちは考えてくれないんだね。どういう教育受けたらこんな性格になり立つんだろう。じゃあこっちかな。人の気持ちを考えられないよね、このここに出てくる人たち。本当に。なんで同じの選ぶんだよ、もったいねえ、気聞かせろよ。私の気持ちよりお得感の方が大事なら学生向けの焼肉食べ放題にでも行ってくれば。他人の料理まで決めるのはさすがになし。本当だよね、自分の好きなもんぐらい選ばせせるでね。でこっちの女の子の方がセレブなのかな、もしかして。学生向けの食べ放題に行ってくればって言ってるぐらいだから、どうなんだろう。料理が来るのが遅いと文句を言う彼。待って、店員さんにタメ口、しかもめっちゃ態度悪。うわ、タメ口な人嫌ですね、店員さんに。はい。料理遅すぎない？いつまで待たせるつもりだよ。くどくどイライラ。ちょっと申し訳ございません。まあまあ、何かすぐに出せるものってありますか？まあまあってダメだと思うから、こいつにそんなねこと言ってもなんか逆ギレされそう。こっちかな？ごめんなさい店員さん、ちょっと、店員さんには申し訳ないけど。はい。すみません、彼ったらここをファミレスか何かだと勘違いしてるみたいで、腹ペコで我慢できないなんて小学生みたいですよね。やだわ、もう恥ずかしいったら。いや、いいですね。いい、こう、なんか、やっぱ、すっきりこすることを言ってくれる。すごい。やっぱ、スカッとするわ。余裕もない人ってしんどい。やっぱ、心にもさ、なんか、余裕持ってる人がいいよね。時間も心も。何事もなんか、ゆったり余裕持っていこう。さすがにお会計は出してくれるんだよねって、マジで言ってんの、こいつ。まさか？まさか出させるつもり？はい。予約したのはお前なんだし、お前が払うんだよな。ほら、伝票。なんだこいつ。しかもお前の方がめっちゃなんかお皿とかコップいっぱいあるし食ってない？なのに、おごらせようとするの？最悪だな。マジか。なんかさ、おごってやろうってこっちが思っててもさ、こんなこと言われたらおごる気失せるよね。恥ずかしい。カードで。恥ずかしいかな。恥ずかしいよね、こんな男。ねえ。なんか周りに見られてたら余計恥ずかしいじゃん。見境なく飲み食いしてはおごってもらう気満々なんて、この年じゃ親にも恥ずかしくてできないよ。はい、これ私の分。お釣りはあげる。お財布が別のうちは食べた分だけでも払おうね。いやー、ほんとだね。もうせめて割り勘でしょ。割り勘って言っても、いや、食べた分だね。向こうのが多く食べてたならてめえが払えって話だし。2万円もしてるね。だいぶ高いですね。この女の子は5000円分しかじゃ食べてなかったのに、おごらせようって、1万5000円分おごらせようと。すっげえな。どんな贅沢だよ、てめえ。はい。せっかく美味しい料理だったのに、帰りの電車の中もなんか言ってるよ。もうダメだな、この人。お前ほんとバカ舌だよな。あのキャビア絶対にそのものだろ。味しねえし。いや、絶対てめえの方がバカ舌だからね。だからこういうことを偉そうに言う人ほどバカ舌説、バカ舌っていうかね、違う説。そっくりそのままお返しします。そうかも、苦笑。電車の中でこんな話やだな。こっちかな？そっくりそのまま。はい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 。何でもかんでもしょっぱくすれば美味しいって感じる方こそ貧乏なのよ。早い安いうまいがいいならそれを喜ぶ女と牛丼食べに行けばいいじゃない。牛丼だいぶ変わりましたね、値段が。余裕のない人と食べるイタリアンほどみすぼらしいものないわ。偽物でも本物でも美味しかったらいいのにね。その通り。いやー、この分その通り。いや、いくらさ、なんか偽物だったとしてもよ、うまかったらもう何でもよくないってなるよね。なんかやっぱこう、なんか高級舌とかの人で美味しく感じられない人ほど、人よりもなんかね、安いものでも一緒に美味しいねって言い合える人の方が絶対に幸せだと思います。